おはようこんにちは、そしてこんばっけん。どうも私バッケンでございます。さあ皆さん、いよいよ発売となりましたね、こちらアストロシティミニ。1980年代から90年代にゲームセンターで大人気だったセガのゲームが36作品収録されてるんですよ。しかもそれだけじゃなくて、さらに隠しタイトルが1作品追加されてるので全部で37作品入ったこちらのゲーム機なんですけども、それをね、今回はその37作品すべて紹介したいと思いますんで、よかったらご覧ください。それでは行きましょう、スタート。さあそれでは最初の1本目に紹介するゲームはこちら、フリッキーですね。このゲーム、セガのレトロゲームの中では代表的な1本だと思うんですけども、親鳥の主人公フリッキーを操作して猫やトカゲの攻撃を避けながらヒヨコを助け出していくという、そういうゲームなんですよね。まあ、見た目はねかなり可愛いんですけども、プレイしてみるとね、操作はなかなか癖があって、これが難しいんですよ。ただ今遊んでもすごく楽しめる名作なので、これが入ってるのは個人的にはすごく嬉しいなと思いました。2本目に紹介するゲームはこちら、忍者プリンセスですね。このゲームの主人公、クルーミ姫という名前の女の子なんですが、実はこの子、お姫様でありながら忍者という設定なんですよ。まあ、この頃ってお姫様イコールさらわれるというキャラクターが多かったのに、そのお姫様が主人公という設定が新しいなというのもあるんですけども、ゲームの内容は見下ろし型のアクションシューティングなので、戦場の狼とか怒りとか、あのあたりが好きな方は特に楽しめるんじゃないかなって気がします。3本目のゲームはこちら、青春スキャンダル。もうタイトルがいかにも80年代って感じですけども、主人公のたけしがさらわれた恋人マリを助けに行くという横スクロールアクションゲームなんですけども、パッと見た感じはね、ヤンキーものの学園が舞台となったストーリーなのかなと思いきや、実はね、未来とか江戸が舞台になるという、なかなかねぶっ飛んだ設定のゲームなんですよ。まあ初のねアーケードからの完全移植ということもあるので、私も個人的に楽しみにしてたゲームの中の一本ですね、このゲームは。4本目のゲームはこちら、出ました、スペースハリアーですね。大型体感型筐体の 3D シューティングでセガを代表するゲームであり、また80年代を代表するゲームの中の一本だと思うんですよ。まあ、このゲーム、グラフィックと BGM のクオリティは今見ても本当にすごくて、それこそね、完全移植ができるまでセガサターンにならないとできなかったっていうのが、その凄さを物語ってるなと思うんですよね。5本目はこちら、ファンタジーゾーンですね。もうこのゲームね、私の大好きなゲームですよ。セガのシューティングというと 3D シューティングのイメージが強いんですが、このゲームは全シューティングの中でも名作になると思うんですよね。そのグラフィックやサウンドのクオリティが高いのも魅力なんですけども、主人公のオパオパが可愛いのもこのゲームの魅力だと思うんですよ。あとゲームバランスが良くて遊びやすいので、シューティングが苦手だという方にもおすすめしたいですね。6本目に紹介するゲームはこちら、ワンダーボーイですね。このゲーム、主人公のボーイを操ってキングにさらわれた恋人ティナを助けに行くというのがゲームの目的なんですけども、
ゲームは基本的にはオーソドックスな横スクロールアクションとなってますね。ステージ数も8エリア32ステージとかなり長丁場の難易度の高いゲームとなってるんですが、やっぱりねファミコン世代にとっては高橋名人の冒険島の元になったゲームということが一番のおなじみなんじゃないかなって気がするんですよ。ただ初めて見た時は高橋名人の冒険島をパクったと思い込んでました。7本目のゲームはこちら、カルテット2ですね。このゲームなんですけども、カルテット1と2、実はね、ゲームの内容はそんなに変わらないんですよ。まあ見たらわかるかもしれませんけども、一般的な横スクロールのアクションシューティングといった感じですね。ただ特徴的なのは、カルテット1は、この時代では珍しい4人同時プレイのゲームだったんですよね。ただこちらのカルテット2は2人同時プレイのゲームとなってまして、国内ではこちらの方がたくさん出回ったらしいですね。8本目のゲームはこちら、アレックスキッドザ・ロストスターズですね。このゲームもアーケード版からの初の完全移植ということで、今回注目のゲームの中の1本だと思うんですけども、横スクロールアクションなんですが、実はこのアレックス攻撃手段が基本的にはないんですよ。アイテムを取って一定時間攻撃ができるだけで、あとはひたすらジャンプで敵をかわしながら攻略することしかできないんですよね。まあアレックスキッドっていうとね、ソニックの前のマスコットキャラクターっていうイメージですが、私の中ではオパオパの方が人気だった気がするんですよね。9本目に紹介するゲームはこちら、エイリアンシンドロームですね。このゲーム最大2人同時プレイができる見下ろし型のアクションシューティングで、エイリアンに囚われた16人の仲間を助け出してから脱出するという、そういう内容のゲームなんですよ。まあなんとなくね、当時ヒットした映画エイリアンの影響を強く受けてるのかなって感じがしたんですけども、まあ、プレイして思ったのは、エイリアンもねかなり強いんですけども、時間制限がかなりきついなと。ただグラフィックはなかなかグロテスクで、その辺もちょっと魅力的ではありますね。10本目はこちら、ワンダーボーイモンスターランドですね。このゲーム先ほど紹介したワンダーボーイの続編になるんですけども、ただ主人公は先ほどはねボーイという男の子でしたが、今回はブックという少年なので、そのゲームの内容も主人公も全くの別物となってますね。まあ我々世代だとね、初めて遊んだのは PC エンジンのビックリマンワールドという人も多いと思うんですけども、どちらのゲームも当時すごい好きで本当によく遊んでましたよ。続いて11本目に紹介するゲームはこちら、忍びですね。このゲーム、現代を生きる忍者ジョー武蔵を操って進む横スクロールアクションの名作なんですけども、アメリカでもかなりヒットしたゲームとして有名ですよね。まあ、その後ねたくさんの続編が作られてて、個人的にはねメガドライブのスーパー忍び2がめちゃくちゃ好きなんですよ。これは本当に名作だと思います。あとボーナスステージもかなり特徴的で、個人的にはねこれだけでも一本のゲームになるんじゃないかなって思ってますよ。それでは12本目のゲームはこちら、ソニックブームですね。さあこのゲームも実はね、国内の家庭用としては初めての完全移植なんですよ。全6ステージの縦シューティングということで、まあ、セガにしては珍しいタイプのゲームですね。まあ、パッと見た感じ東亜プランが出したっぽい感じのゲームだなと思うんですが、まあ、ゲームの雰囲気は究極タイガーとか大旋風に似てるなと。
プレイしてる感覚もそれに近いような感覚がありましたね。ただやっぱりセガだけあってクオリティはかなり高いと思います。続いて13本目のゲームはこちら、獣王記ですね。いや、このゲームも本当にね、当時すごく好きなゲームだった、まあ、最大2人同時プレイのできる横スクロールアクションで女神アテナを救うのがこのゲームの目的なんですけども、特徴的なのがスピリットボールを取るたびに主人公がゴリゴリのマッチョになっていくんですよ。そして3つ取ると獣人に変身するんですが、これがね、爽快感があってかっこいいんですよね。これはセガのアクションゲームの名作だと私も思いますよ。それでは14本目のゲームはこちら、スクランブルスピリッツですね。このゲームも先ほどに続きセガでは珍しい縦スクロールのシューティングとなってまして、全6ステージで最大2人同時プレイができるのが特徴ですよね。そして他の特徴というと、実はオプションキーをフォーメーションチェンジで対空攻撃と対地攻撃の切り替えができるんですよ。でさらに奇数のステージでは空母とか基地を攻撃するというボーナスステージもあるんですよね。その辺のバリエーションの楽しさなんかがセガらしいなと思います。さあ15本目に紹介するゲームはこちら、ワンダーボーイ3モンスターレアですね。ワンダーボーイ3作目ということなんですけども、ただね、1とも2ともまたジャンルが違ってるんで、これでワンダーボーイは3作全てが違うジャンルのゲームということですね。1ステージで前半と後半でパートが分かれるんですが、前半は強制スクロールの横スクロールアクションゲームなんですよ。ただ後半は純粋なシューティングとなってますね。あとゲームの特徴としては2人同時プレイができるのも特徴となってます。続いて16本目のゲームはこちら、ゲイングラウンドですね。このゲーム最大2人同時プレイができる画面固定型のアクションシューティングなんですが、舞台となってるのは未来の世界なんですよ。パッと見そんな風に見えないですけども、そして敵を全滅させるか仲間全員が脱出エリアに行くとステージクリアになるんですけども、ステージの途中で仲間を増やすことができるんですが、そのキャラクターがそれぞれいろんな攻撃方法があるので、すごい戦略性の高いゲームなんですよね。あと個人的に BGM がむちゃくちゃかっこいいのもおすすめポイントですね。それでは17本目に紹介するゲームはこちら、クラックダウンですね。このゲームなんですけども、迷路のようなステージに爆弾を仕掛けながら敵を倒して進んでいくというアクションシューティングですね。で、特徴的なのはこのゲーム2人同時プレイができるんですけども、画面がそれぞれ左右に分かれて独立してるんですよ。なので1人で遊んでも楽しいんですけども、2人同時プレイだとさらに熱いゲームとなるので、ぜひね、そういう環境にある人は試してみてほしいですね。それでは18本目に紹介するゲームはこちら、ゴールデンアックスですね。いや、このゲームもね、当時めちゃくちゃ好きで、友達とよく駄菓子屋筐体で遊んでましたよ。特徴的なのは剣と魔法の世界が舞台となったファンタジーもののベルトスクロールアクションなんですよ。まあ今思えば、そのベルトスクロールに剣と魔法、そして乗り物に乗れるという要素をいち早く取り入れたセガって本当にすごいメーカーだなと思いますよね。
続いて19本目のゲームはこちら、サイバーポリス e スワットですね。おそらくこのアーケード版の e スワットも国内家庭用初移植だと思うんですよ。ちなみにメガドライブ版はこのアーケード版の半世紀後の世界ということなので、ストーリーも別物なんですよね。まあ私ね、実はアーケード版今回初めてプレイするんですけども、ゲームの雰囲気、システムとしては先ほど紹介した忍びをパワーアップさせたような感じですね。まあ、このゲームはそういった意味でもプレイするのがめちゃくちゃ楽しみですよ。さあ続いて20本目のゲームはこちら、シャドーダンサーですね。このゲームも先ほど紹介した e スワットとかなり共通点の多いゲームなんですよ。というのもメガドライブ版はありますけども、アーケード版は国内初移植なんですよ。でしかもステージもメガドライブ版とは全く違う、全て一新されてるんですよね。ただ共通してるのは両方とも忍び犬を連れてるので、この忍び犬との連携がステージ攻略の鍵となってるんですよ。まあ、アーケード版はこのゲームも初プレイなのですごく楽しみですね。それでは21本目のソフトはこちら、エイリアンストームですね。地球に襲来したエイリアンを倒すのが目的のベルトスクロールアクションなんですけども、実はこのゲームもアーケード版は国内初の移植なんですよ。特徴としては相手がエイリアンということで、人間ではね表現できないような演出がたくさんあるんですよね。ただそれだけじゃなくて 3D シューティングや高速スクロールステージなどがあったりして、いろんな仕掛けでプレイヤーを飽きさせないようにしてるんですよ。続いて22本目はこちら、コラムスを紹介したいと思います。まあ、今でこそねセガの落ち物パズルゲームというとぷよぷよっていうイメージがあるんですけども、当時はセガのパズルゲームというとやっぱりこのコラムスだったと思うんですよ。ルールはねかなりシンプルで、宝石を縦横斜めどれでもいいので3色並べると消えるんで、割とその3色というのが連鎖がね組みやすいといえば組みやすいんですよね。ただやっぱりぷよぷよに慣れてくると、なかなか直感的に連鎖を組むのは慣れが必要かなと思った。それでは23本目に紹介するゲームはこちら、ボナンザブラザーズですね。こちらのゲーム2人同時プレイが可能の横スクロールアクションなんですけども、正義のギャングボナンザブラザーズが3分以内にマップにあるお宝を全て盗み出して脱出するというゲームですね。まあ、ゲームの画面はね見ての通り2分割されてるんで、一人用でもすごく楽しいんですけども、やっぱりねこのゲームの魅力が最大に発揮されるのは2人同時プレイの時なんで、この2人同時プレイでできるという方はねたっぷり楽しんでほしいなと、そんなゲームですね。続いて23本目のゲームはこちら、コラムス2ですね。まあ、このゲーム先ほど紹介したコラムスと基本的なルールは同じですね。決められた宝石を縦横斜め3色揃えると消えると。ただルールが明らかに変わったのが、今点滅している宝石がありますが、あの宝石を消すとステージクリアとなるんですよ。さらにね対戦コラムスというモードも追加されてるんで、友達と遊ぶときによりねいろんな楽しみ方ができるようになったというゲームですね。それでは25本目のソフトはこちら、サンダーフォース AC ですね。このゲームメガドライブのあの伝説的名作サンダーフォース3を家庭用からアーケードに逆移植したものなんですよ。
ただね、そのまんま移植してるわけではなくて、一部ね、少し変更があるんですよ。例えばステージセレクトがなくなったということもありますし、他にもね、一部のステージが別のステージに変わってるんですよ。例えばこの宇宙のステージなんかはメガドライブ版にはなかったので、そういった意味でも新鮮な気持ちで楽しめるんじゃないかなって思うんですよね。26本目のゲームはこちら、ラッドモービルですね。このゲーム、大陸横断レースゲームということで、レース中に雨とか霧とか天候が変わるという演出があるのが特徴なんですよ。セガサターンにゲイルレーサーっていうのがあるんですけども、そのゲームはこのラッドモービルを移植したものだったんですが、ただね、そちらは劣化移植と言われてて、あんまり評判が良くないんですよ。だから今回はファンはすごくね、嬉しい移植だったんじゃないかな。私もすごく嬉しい移植でしたね。ただレースゲームがあるなら、あと2本ぐらいレースゲーム入れてほしかったけどね。それでは27本目のゲームはこちら、コットンですね。こちらのゲーム、魔法使いの女の子ナタデ・コットンが主人公の、いわゆるね、美少女シューティングの元祖とも言われてる、そんなゲームなんですよね。もう私のね、大好きなシリーズで、このゲーム他にもね、いろんなハードで移植はされてるんですが、実はアーケード版そのまんまの移植って、家庭用ハードでは今までなかったんですよ。強いて言えば X68000 では出てるんですけども、そういった意味でも今回の移植はめちゃくちゃ嬉しいですね。続いて28本目のゲームはこちら、アラビアンファイトですね。こちらのゲーム、いわゆるアラビアンナイトがモチーフとなったベルトスクロールアクションなんですけども、特徴的なのが手前奥の移動が拡大縮小機能を使って表現されてたり、あと魔法を使った時の演出にアニメーションのカットインが挿入されてたりするんですよ。やっぱりね、今回収録が決まってめちゃくちゃ嬉しかったゲームの中の一本なんですよ、私にとっても。特にね、プレイヤーキャラのラマーヤが本当に可愛いんですよね、このゲーム。それでは29本目のゲームはこちら、ゴールデンアックスデスアダーの復讐ですね。いや、このゲームの移植は本当に嬉しいですね。ゴールデンアックスのアーケードとしての続編で、今回初の国内完全移植なんですよね。ゲームも個人的にはね、当時何度か遊んだんですけども、その後家庭用移植がなかったんで、ずっと待ち焦がれてたんですよ。まあ、ストーリーは前作からさらに時代が進んでるんで、キャラは全て一新されてるんですよね。いや、もう本当にね、今遊んでもめちゃくちゃ面白いし、グラフィックも本当に綺麗だと思った。続いて30本目はこちら、ぷよぷよですね。もうこのゲームに関しては今更細かいことを説明する必要は全くないんじゃないかと思うぐらい、日本で一番有名で、そして人気の落ち物パズルゲームだと思うんですけども、まあやっぱりね、ぷよぷよの話になるとどうしても外せないのがコンパイルの話になってくると思うんですが、正直ね、コンパイルはぷよぷよと同じぐらいシューティングをちゃんと作り続けてたら、もう少し息の長いメーカーになってたんじゃないかなと私は思ってるんですよね。それでは31本目のゲームはこちら、ダークエッジですね。こちらのゲーム、疑似 3D 演出を使ったいわゆる 3D 格闘ゲームなんですけども、まあこの1993年というとね、格ゲーがかなりブームになってましたが、私ね、このゲームは全然記憶にないんですよね。そして調べてみると、1993年の格ゲーってガロスペとかゴーケズジとか
ファイターズヒストリーとか、あとこのゲームの少し後にバーチャファイターが出てるんですよね。まあ、そういった意味ではちょっと歴史に埋もれた感のある隠れた名作とも言えるべきゲームですね。続いて32本目のゲームはこちら、タントワールですね。このゲーム、あのボナンザブラザーズの2人組が復活ということでも注目のゲームなんですが、ただね、ゲームの内容はもう全く違いますね。あちらはアクションゲームでしたけども、こちらはパーティーゲーム、いわゆるミニゲームがたくさん詰まったそんなソフトなんですよ。まあこういうね、ミニゲームがたくさん集まったゲームってどんな時代でも古臭さがなくて楽しめるというのもありますし、あとこの時代のゲームセンターは意外とパーティーゲームの数が多かったですね。それでは33本目のゲームはこちら、バーチャファイターですね。いよいよ登場してきましたよ、このゲームが。もう歴史が動いたゲームと言っても過言ではないと思うんですけども、初めて見た時の衝撃ってなかったよね。このゲーム、雑誌の静止画で見た時はあんまりいいイメージがなかったんですけども、実際動いてる姿を見て、そして自分でやってみた時に全く印象が違いましたもん。そしてこのアーケード版を久しぶりにやってみて思ったんですけども、今やってみてもこのゲーム結構動きがいいんですよね。それが本当にすごい。それでは34本目はこちら、スタックコラムスを見ていきたいと思います。まあ、今回3本目のコラムスのゲームということなんですけども、今回のこのコラムスはより対戦に重点を置いたゲームになってるんですよ。この1人用にストーリーモードが追加されてるんですよね。なので1人で遊んでてもより楽しめるゲームとなっております。で、特徴的なのがこのスタックチップというのを使って相手のフィールドを底上げしていくことができるんですよ。その辺の対戦のスリルもより増してると、そんな感じのゲームですね。さあ、それでは35本目はこちら、一段と R を見ていこうと思います。このゲーム、先ほど紹介したタントワールの続編なんですけども、いわゆるゲームの種類が変わってパワーアップしたと、そんな感じのゲームですね。ただこのタントワールから一段と R になって、ストーリーの設定も大きく変わったんですよね。今回は騎士のエランとデポン、この2人が姫をさらった魔王ボスアダーを倒しに行くと、そんな感じのゲームとなってるんですよ。さあ、それでは36本目のゲームはこちら、ぷよぷよ2ですね。もうこのゲームはアストロシティミニが発表された時に絶対入ってくるだろうなと思ったゲームですよ。もうそのぐらい私の中ではアストロシティイコールぷよぷよ2のイメージが強いっていう、そんなゲームですよね。まあ、当時このぷよぷよ2で本当のブームが訪れたっていう感じもしましたし、それこそ対戦において総裁ですとか全消しとか新しい要素がいっぱい入ってきたんですよね。まあ、このゲームはもう永久に普遍的に楽しめるゲームなんだろうなって、そんな感じがします。それでは37作品目、本日最後に紹介するのはこちら、ドットリ君ですね。このゲーム、筐体のテスト用基板にあった作品で、敵にぶつからないように画面上のドットを拾っていくというゲームですね。ベースになったのはヘッドオンという作品なんですけども、まあ、このゲームが収録されるという予想をツイッターでしてる人がいたのがすごいなって思いましたよ。ということでございまして、今回ここまで見ていただきましてありがとうございました。またよかったら次の動画も見てください。ここまで私バッケンがお送りいたしました。ではでは、バイバーイ。